はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、ずっとなんですけども、物価高騰止まらないということで、特にね、ここ最近、連日話題になっていたのが、ガソリン価格の高騰ということで、9月末で打ち切る予定だった、補助金っていうのは、延長するってことで、ほぼほぼ確定したわけですが、しかしながら、トリガー条項発動はしないということで、岸田政権というか、自民党政権のうちは、何が何でも減税っていうことは起こらないんだろうなっていうのがね、もうほぼほぼ確信に変わったわけですよ。しかしながら、この物価やエネルギーの高騰に対して何らかのね、策は打たなければならないということでですね、今回こちらの記事、茂木氏、補正予算編成を表明、電気ガス料金補助や中小企業の支援でというわけで、ついにですね、政府与党の方から、補正予算を審議するというね、形が発表されたわけなんですけども、なんとびっくり、それを言ったのが茂木さんということで、ぶっちゃけね、この補正予算の編成っていうのは当たり前の話だとして、やっぱりさ、こういうところで岸田さんが発表しないっていうところもね、やはりこの政権の支持率の低下につながっていくんじゃないか。しかしながら、結局はこれだって、やはりガス抜きなんじゃないのかっていうわけでね、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。茂木幹事長は26日、自民党本部での講演で、電気・ガス料金の補助や中小企業に対する支援策などを盛り込んだ本格的な経済対策をまとめる考えを示し、補正予算を実行していきたいと表明した。補正予算の編成について政府・与党幹部が言及したのは初めて。秋の臨時国会で補正予算が審議される見通しと。というわけで、これがね、ざっくりした今回の茂木さんの発表の概要なんですが、いやもう今すぐに国会開いてやれよって思うんですけどもね、そのレベルでもう物価高騰すごいと思いますよ。言うても10月やったかなの家計負担が月1万円ぐらい上がるっていうのがね、試算で出てますから、実質賃金は15ヶ月連続でマイナスなわけやから、その上下の幅考えたらもはや生活積むっていうレベルですよ。待ってられへんやろ。言うたってさ、その臨時国会開いてそっからゆっくりと補正予算組んでいってみたいなそんな感じやねんから。で、もう一つはさっきも言いましたが、なんでこれを茂木さんが言うねんっていうところがあるわけです。ここはなんかやっぱ岸田さんが言うべきだったんじゃないのかなと思ったりしますけどもね。だから岸田さんってその増税とか国民負担に関してはすごい意欲的やのに、国民支援に関してはやる気ないって思われるんですよ。続けます。茂木氏は政府が負担軽減策として実施している電気ガス料金の補助が9月末に期限を迎えることを念頭に、電気ガス代は夏を過ぎると電気の消費量が減るので、一旦秋は少し収まるが、また冬になったら上がるのは間違いないと指摘。電気代、ガス代の対策、投資や賃上げを進めるための中小企業に対する支援策など、本格的な経済対策を秋にはまとめたいと述べた。岸田首相は22日、ガソリン価格抑制のための補助金について、9月末までとしている期限の延長に向けて、与党内で検討するよう指示。電気・ガス代支援についても9月に経済対策を取りまとめる考えを示したが、補正予算の編成については言及しなかったと。というわけなんですけども、最後の部分、岸田さんがこのガソリン補助金を延長するって言った時に、確かに補正予算については言及しなかったわけです。で、今回初めて茂木幹事長が、このことについてバッて言ったわけですけど、前もさ、この茂木さんって急にさんがポロってなんか言うたりしたから、これ適当に言ってるわけじゃなくて、ほんまにやるんやろなっていうところがね、ほんまの大前提としてあったりはするわけですが、でもその補正予算が組まれるというのを前提でお話しさせてもらうと、やっぱりこの電気ガスとかの支援っていうのをさ、するって言ったところで、ガソリン価格に関してはトリガー条項は見送ったわけじゃないですか。そう思うと、減税っていう形にはならないわけでしょ？ぶっちゃけさ、その補正予算組んで何々につけていくって線でも、いやもう減税してくれたらいいわけですよ。言うたって、その繰越金が18兆円あるわけですから、それでできるわけじゃないですか。で、言うてもさ、去年の第2次補正予算組んだ時だって、あれなんぼでしたっけ ?29 兆かなんかなんですけど、補正予算組んだんですよね。でもそのうちの半分は予備費に回すとかやったから、だから実質支援したのなんて、ほんまに5兆円ぐらいやったんじゃなかったかな。確か住民税非課税世帯に3万円給付しますみたいなのもね、含まれてて、現金給付あるんやけどもめっちゃしょぼかったみたいな。いやだからその補正予算が29兆ってすごい額やったんですけども、もう内訳が貸すみたいやったんですよね。ようこんだけの金額をさ、ここまで無駄に使えるよなみたいな。で、確かね、その時のね、GDP ギャップがね、マイナスの20兆円を超えてたんですよね。だから、その補正予算組んだ時に金額見たらさ、お、すごいみたいな。それがちゃんと財政出動すれば、GDP ギャップマイナスが埋まるわけやから、経済成長していくわけですよ。でもしない。なぜなら内訳がクソやからみたいな。だから昨年の第2次補正予算で、もういかにこういう人たちがお金の使い方おかしいかっていうのも明らかになったわけ。で、今回、この物価高騰、電気代、ガス代の高騰において、またさ、この経済対策として補正予算組むって言ってるけども、別にそれはそれでいいんやけど、国民がずっと言ってんのは何に関しても減税なわけやから、別にさ、予算組んでそれを支給するじゃなくて、もう取らないでいいじゃないですか。茂木さん自身も電気ガス代の補助がいります。また冬になったら上がるの間違いないって言ってんでしょ？じゃあさ、その消費税減税するなり再エネ賦課金を停止にするなりすればいいじゃないですか。それはもうガソリン価格の高騰にだって同じことが言える？今めっちゃ高いけど、それはやっぱりエアコン使うからどうしても消費が激しくなるわけよ。でも秋になったら少し収まるんですが、冬になったらまた暖房つけたりするから燃料めっちゃ炊くやん。ほんなら上がるのは間違いないわけ。じゃあ、今補助金入れてるけども、今のうちにさ、法改正してトリガー条項を発動できるように持っていきゃいいやん。そう思いません？今トリガー条項を発動しない理由の一つとして、法改正しなければならない。じゃあ、少し時間がかかるから、値段が下がるまでのラグが発生するだろうと。だから補助金を入れてるっていうね、言い訳もあるわけよ。じゃあ、その補助金を今入れて、それと並行して法改正すりゃいいやん。で、トリガー条項が発動できるようになったら、補助金打ち切りゃいいんじゃねえの？もちろん両方やるべきですよ。でも100歩譲ってその政府の言い訳があるんだとしたらそうすりゃいいやんっていう話。で、そうやって国民が声上げたって多分やらないでしょうね。だって同じ理由で1年半ずーっと引っ張ってんやから。で、挙句の果てにこの前言ったんが、トリガー発動してさ、価格下がったら元に戻しにくいからやりません。は？みたいな。そんなん言い出したら何でも無理やろみたいな。で、トリガー条項に関しては確かね、リッター130円を3ヶ月連続下回れば、また凍結するみたいなのがね、決まりがあるんですよ。だから、元に戻しにくいもクソもなくて、約束がちゃんとあんねんから、それに従えばいいだけの話やんか。でも難癖つけてさ、そういうのもやらへんって考えたら、この電気ガス代の支援策っていうのも、国民が求めてるものではないのかなっていう気はしますよね。まあそれこそ、去年と同じような、住民税非課税世帯に対して、まあいくらかの現金給付して終わりみたいな、そんな感じはしますけどもね。で、個人的にはもっと意味がわからんのは、その電気ガス代ともう一つ言ってますよね。投資や賃上げを進めるための中小企業に対する支援策などの経済対策なわけですけども、それやったら、もう完全にインボイス制度やめろよっていう話なんですよね。ぶっちゃけさ、あれただの増税やから、やめたところで経済対策でもないんですが、そうやって言うなら即刻さ、中止延期にするのはマストでしょ。まあ、他には減税っていう意味で考えれば、中小企業の支援っていうけども、今はコストプッシュインフレで、さらにさ、このガソリン高騰とか光熱費の高騰ってことで、原材料以外にも輸送コストだって上がってるわけですよ。やけど、あんたらがさ、最低賃金を1002円かなんかに上げたわけですよね。じゃあそれをどうやってさせんのって話になるわけですよ。じゃあやっぱりさ、その減税っていうことで、消費を活性化させないと、そんな無理やん。だからそういった意味でも、中小企業の支援っていうのならば、減税は当たり前の話じゃないのって僕思うんですけどもね。事実さ、これ別の記事なんですが、ガソリン200円突破、鬼の岸田政権、フリーランス増税で不安定な生活に追い打ち、弱者いじめに国民は限界だということで、ちょっとこっち読んでいきますが、まあ、ガソリン代が高騰し、一部では200円を超えるガソリンスタンドも現れている。来月末にはレギュラー価格が200円近くになると主張する人もいる。政府がガソリン価格の緩和策を延長する方針とはいえ、実質賃金は15ヶ月連続でマイナスが続いており、国民の生活は苦しくなる一方だと。まあ、というわけで、まあ、こうやってデータでちゃんと出てるわけですよ。みんなの手取り15ヶ月連続でマイナス。でも政府がさ、その支援策っていうのをどんどん打ち切った結果、ガソリン価格がさ、180円を超えて、もはや死活レベルみたいな。で、補助金延長するってさ、もう言ったけども、その中身ってまた決まってないわけですよね。実際決まってんのトリガー条項は見送ったっていうだけで、事実、前と同額入れるなんて一言も喋ってないわけですから、200円を超えないように、まあ、現状維持っていう形は、まだ考えられるわけです。ってなったらさ、効果なんてないようなもんですからね。それは今後のね、具体策の中身っていうのを見ていかないとしょうがないかなとは思いますが。で、これですよ。そんな中、厳しい家計に追い打ちをかけるように、中小事業者やフリーランスから実質的な増税との批判がやまないインボイス制度が10月から始まる。課税売上が1000万円以下の免税事業者は消費税の納税が不要だが、制度導入後は何も手を打たなければ取引先が消費税の計算上仕入れ税額控除ができなくなり、最悪の場合取引中止を余儀なくされると指摘されているものだ。というわけで、まあ、このインボイス制度っていうのはですね、まあ、消費税に関わることなんですが、最もダメージを受けるのは、途中でも書かれてた、売上1000万以下の免税事業者の方だと思うんですよね。まあ、詳しいのはね、まあ、いろんな方が出されてるので、まあ、今回は端折ります。ただ、事実として次、中小業者や個人事業主らは導入中止を求めているが、岸田首相は複数税率の下で適正な課税を確保するために導入するものと応じる気配はない。経済アナリストの方も、経費精算も煩雑になり、インボイス制度で仕事を失う人も出てくるだろうと指摘すると。というわけで、中小事業者から導入中止求められてるわけですよ。で、今回さ、茂木さんも中小企業に対する支援策みたいな経済対策をまとめるって言ってんだったら、最も最初にやらなあかんのって、やっぱここじゃないの。職失う人出てくるっつってんですよ。ちなみに日本では、その免税事業者って呼ばれてるのが、だいたい500万社ぐらいあるんですけど、まあ、その人たちが最もさ、ダメージがあって関係していることなんですよね。って考えたら、社会混乱する可能性あるわけですよ。で、このインボイス制度っていうのは、もうめっちゃくちゃ簡単に言ったら、税金の押し付け合いなんですよ。だからもう間違いないんですけど、これが導入されれば、その税金分が上乗せされて、物価が上がります。しかも、これは消費税の押し付け合いなので、日用品や食料品、それこそ今回茂木さんが言った、光熱費とかエネルギー、その価格だってもうほぼ間違いなく上がると思います、僕はね。だからこのインボイス制度を中止延期にするっていうのが、茂木さんの言ってた電気ガス代の補助にもつながるわけですよ。それこそ中小企業に対する支援にもなるわけですよ。実質は違いますよ。ただ増税されるだけやから、それを延期するってことやから、なんか補助金を入れてるとか減税してるってわけじゃないからね。やけど、本来上げるはずの価格っていうのが現状維持ってことを考えれば、インボイス制度を中止延期にするっていうのはもうマストなんですよ。しかも、このインボイス制度っていうのは続きにあるんですが、岸田首相持ち前の聞く力はインボイス制度反対の声については発揮されていないようだということで、中小企業や農家などは、インボイス制度は税率を変えない消費税の増税などと反対の声を上げており、オンライン署名を20万人に突破している。ただ、自らの特徴に聞く力を上げる岸田首相に、こうした切実な声は響いていないようだ。というわけで、まあ僕もね、これオンライン署名しましたよ。やし、まあ、その地元のね、商工会みたいなところにでもね、これ反対の署名を出したんですけど、まあ、一切無視じゃないですか。もちろんね、その3年間は2割でいいですよなんていう特例ができたりはしましたよ。でも、そのインボイス制度の導入時期はずらさないわけですよね。で、まあ、この署名に効果があるのかどうかっていうところやけど、やっぱりね、最低でも10万筆はないと、なかなかそういう声って届かんらしいんですが、今回インボイス制度にはもうすでに20万人のね、署名が集まってるわけじゃないですか。で、ストップインボイスっていうね、活動もあるし、アニメ業界の方もこのインボイス制度反対ってことでね、会見も開かれてるわけですよ。でも今回経済対策として中小企業の支援もね、導入するって言ってんだったら、もうここは絶対必要じゃないですか。だって中小企業がダメージ受けるからやめてって言ってんのに。でもそれは続行した上で支援策講じてまいりますってさ、もう絶対嘘やん。だからそのガソリンのさ、トリガー条項を見送ったっていう事実もあれば、電気代ガス代のさ、激変緩和措置っていうのも言ってるけども、電気代のその再エネ賦課金っていうのも別に継続するわけでしょ。ほんなら国民の求めてる支援っていうのはことごとくさ、やってくれへん政府の物価高騰やエネルギー高騰とか、まあそれこそ経済対策、それに期待性っていう方が無理な話じゃないですか。ここでもちょろっと触れられてるけども、インボイス制度ってただの消費税の増税でしょっつったら、岸田さんはそうじゃないと言ってると。インボイス制度は複数税率を適正な課税を確保するために必要なものだ。増税っていう指摘もあるんですが、税率の引き上げのような増税には当たらないと一蹴したっていうことなんですが、そんなことないですよ。制度を変えることによって2500億増収の見込みが立ってんやもん。で、岸田さん自身も増税っていうのは制度を変えて増収を図ることだって自分で言ったんやから。まあ、ここではね、その部分はちょっと書かれてませんが、その辺についても僕もね、以前動画上げてるんでよかったら見てください。もう間違いなく岸田さんが自身の口で言いましたから。他にも財務大臣である鈴木さんも、インボイス制度への移行に対して中小小規模事業者の方々がご心配されていることも承知しておりますとしつつも、政府としてはいろんなさ、その軽減措置みたいなのを考えてるし、寄り添ってまあ適切に対応していきますねみたいな、そんなこと言ってるわけですけど、いやいや、それやったら最初からやらんでええやんっていう話でしょ。どうしてもインボイス制度導入していったらさ、導入はしてもいいけど、免税事業者でも番号を取れるように制度変更して、さらに免税のラインをさ、今1000万のところを3000万っていう形で元に戻せよ。どうしてもインボイス制度してんやったらそれぐらいやって初めてトントンでしょ。それでもさ、そのインボイス制度の経理がめっちゃ大変やから、どうなんだって言う人もいると思うしね。だから、その中小企業の支援策とか、経済政策っていうのを打つんだったら、まず初めにやらないとあかんのはこれ。ここをさ、一切手つけずに、物価高騰対策、中小企業の支援策って言われても、僕には嘘つくなよとしか思えないですね。はい。でもこのインボイス制度っていうのを綺麗にやめる方法もあるわけですよ。それは何かって言ったら、消費税に関わってることやねんから、消費税を時限的にでも廃止にしちゃえばいい。誰が消費税払うんだっていう、これ押し付け合い制度なわけやから、消費税がなければそんなことする必要がないねんから、物価高、経済政策ってことを考えても、やはり消費税を減税廃止にするっていうのが、消費者の視点から見ても、事業者の視点から見ても、誰が見たってさ、納得のいく経済政策じゃないのかなっていうふうに思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。